まずは前線に送ろうというところ。ここから高地、左サイド、前に追っていきます。伊藤キックできました。ピンチを取りました。右にはたい、いいマークでしょ。石田、中盤のプレーヤーです。うわ、行きますね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。左サイド駆け上がっていく、後ろからの前、ボールは後方へ。下がったボールは添島、また返した。下げてここは田中、おいで、レオナル、左へ出す。右にさばいた。短く出します。プレッシャーをかけます。味方がいないところへ流れた。後ろからチェック、あと短くつなぎます。さあ左から上がっていきます。一人で上がります。フォア抜けてきた。一体見る、競り合った、クリアした。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは止まれています。しまいで添島、上になりました。バックは待っていますオフサイドです。マグリン、このパスはどうだ。おっと、出しましたね。大事なところ、ここで激しいゴール。前半の20分、徳島での先制点です。マグリン、ゴール中央へドカンと決めた。これで今季2ゴール目。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、いい試合だったんですよね。ですね、ここはしっかりと決めてきました。ここの場面が変えています。まずは1点成功しています。いや、しかしね、これだけのモチベーションがありますからね。まだありませんよ。この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。まあそこまで持っていく回数が多いということもありますしね。そこはどうするかですよね。これでコーナーキックになりました。キッカーはユンジョン。さあ入れてきた、動いた。一度下げます。いいディフェンスだ。タビアさん、アウェー側ですけど、中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。そうですか、ありがとうございます。しかしよくボールも回せていますね。本当ですよね。そういった面では珍しいミスないですからね。いいですね。おっと、競り合います。いいマークでしょ。前半の30分が経過します。競り合った。ここまで上がってきましたね。さあ上がってきた。一旦左へ、サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。リターンを受けて麦田、あっとここには誰もいません。ユンジョンファ、オープンスペースを使ってきた。ボールはタッチラインを割ります。最後に触ったのは玉城、ムニタ、うまく落としました。おお、左サイド、いった。
丈夫です。ヘッドだ。ここはなんとのクリアです。クリアになっていました。どうしたんですか。ここは旗が上がりました。おっと空中での競り合い、下げてここはタタチ、ヘッドで競り合います。右へ展開して小出、さらに返す小出、レオナル、ここでフェンス、フリーキックになります。そして高橋軽く出して、おお、レオナル、さあどう展開するか、よく守っている、決めますね。決まってますよ。フィジーとしても押し込み、前半戦終了です。さあ、どうぞ。徳島先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますかね。いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですね。なるほど。徳島支配